はい、皆さんこんにちは、トイステルです。今回はね、いつも上げてるマイナー中反逆の物語っていう、まあ、動画とは別として、その動画も、なんか面白いみたいなんでぜひ見てくださいという、まあ、宣伝を終わって、がちょっとね一回ね、ポケモンのね、なんかその境界線をつけずに、まあいろんなポケモンを使い、ガチでレートを上に上げたいなと、まあ、シーズン2のね終盤ぐらいに、まあ、思いつきまして、でそれでですね、まあなんか面白い感じのパーティーができたんで、それをまあせっかくなんで動画にしようかなと思い、こういう風に、単発実況の方を上げさせていただきた、上げさせていただいた、次第でございます。はい、なので、通常実況のあのマイナー中とは違い、まあ、マイナー以外のポケモンも2匹かな、中堅1匹と、まあ、中ポケ2匹出てくるんですけど、まあそこは、推奨、推奨じゃない、ご了承ください。はい、まあ中ポケがねもうどうしても無理みたいな方はね、ブラウザバックしていただいて、まあマイナー中の動画もぼちぼち作るんで、はい、まあそれもまあ乞うご期待ということで、はい、ですね、今回の動画のまあコンセプトについてまあ軽く触れさせていただきますと、まあプラスをねちょっとアクセントに添えたバトンパということで、まあ、いわゆるバトンパですね。バトンでくるくる回すサイクル戦を、まあ、制していくと、いったのが今回のコンセプトですかね。はい。まあ、トゲカスと、プラスルをね、添えつつ、まあ、後ろにミロカロスか、ルカリオを置いて、まあ、相手のサイクルを、まあ、破壊していくと。本当にね、プラスルがね、今回、平井心バトンタッチっていうね、唯一無二の個性を手に入れたので、そこでかなり器用な立ち回りが、できるようになったので、そこら辺をちょっと重点的に、はい、見ていただきたいと思います。本当はね、マイナンとかも入れたかったんですけど、ちょっとプラスルとマイナン両立はねさすがにちょっとしたかったんですけどね、ガチガチでちょっと目指したかったんで、はい、ちょっと今回はちょっとプラスルだけということで、はい、で、ね、思ったのがね、BW2 よりちょっとレート上げにくくなってますね、個人的な感想ですけど、はい、なんか探索しないといけないポケモンがさらに増えてる気がする。第5世代の雨とかよりもひどい気がする、第5世代の時はね割と1700、簡単に乗ったんですけど、はい、第6になってから1900まだ1回も乗ってないですからね、はい、そこら辺がちょっとねやってて感じたところかなっていうのはありますね。はい、ということで、今回は、回せプラスルバトンサイクルということで、バトンタッチっていうバトンのね面白さとプラスルの可愛さ強さっていうのをね、再確認していただけたらしていただけたらと思います。はい、それでは、バトルビデオ最初に1本、そして、対戦実況2本と、あと語りという感じで進めさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、それでは、対戦の方に行きたいと思います。はい、どうぞ。はい、まずはね、今回のこのバトルビデオの方を見ていただいて、大体の今回のコンセプトっていうのを、理解していただけたらと思います。まずね、このパーティーパッと見電気がかなり一貫しているので、そこに、まあなんかなぜか知られていないプラスロのね平石をぶっ刺していくと、はい、これでね、こっからの平石で特攻1段階上げつつバトンで、後続の火力を補強しサイクルを破壊していくと、いったのが今回の、コンセプトですね。はい、今回は、このあれは、後続に電気がいなかったりマネッコボルトチェンジが、かなり安定して、後続のミロカロスで、ドロフォンを受けると、まあね、アンコールの、理解の有無と、そして、相手のこだわりの、ね、判断なんか難しいので、ここは、まあ、アンコールは、打てなかったりするんですよね。でここで、ミロカロスのあれが強烈、ミラコードがちらついたのか、なんか木の下に交代してきてレッドビームがぶっ刺さると、はい、まあ、そうですね、だからまあ、簡単にかいつまんで言いますと、プラスルで補助か電気技を縛り、マネッコや、バトムタッチでかき乱していくといったのが、まあ、今回の主な、コンセプトですかね。またこれもまたロトムが、まだこれプラスルのアンコール知らないと思ったので、プラスルを出してここでアンコールで、鬼火を縛ってアンコールで鬼火を縛って、で後続に鬼火を当てていくと、はい、
こういう風にね、今これ相手の方は1780だったんですけど、全然まあ上って言えるかわかんないんですけど、まあ、1800周辺のね、方たち相手でもまあ、ね、知らないことは結構多いと思うんで、なんか知らないですけど、はい。全然ぶっ刺さっていくんでね、はい。よう2ビット。はい、全然プラスル、上の方に行ってもやれるっていうのが今回、また一つ証明したかったことなんで、はい。それもまた、今回の動画で、分かっていただけたらなと思います。そして相手の方これで海流突っ張ってきて、で、トゲキスに交換と。で、新速で、相手の方降参ですね。はい。ということで、これも一応対戦ありがとうございましたと。それでは、対戦実況の方に行きたいと思います。どうぞ。はい、ポケモン XY 実況の方やっていきたいと思います。今回の相手さんですね。トゲキス、ルカリオ、プラスル。まあ、これじゃないかな。電気2体いるんで、プラスルがかなり活躍できるかと思います。で、まあ、メガガルーラはルカリオ、ヒードラもルカリオで止める。また、ドクマモの時にね、プラスルが、いい感じで、ヒードランにさせるんで、まあ、これで、大体のポケモンは見れるんじゃないかな。はい、ということで、対戦の方よろしくお願いしますと。うん。ですね、まあ、そうですね、先発、まあ、雷光じゃないですかね。このパーティー、大体初手電気タイプ来るんで、でまあ、ドクマモかなんか壁で張ってきて、グロパンチかって、剣舞でも進んでくるんじゃないですかね。はい。まあ、全然大丈夫なんですけど、そうだな、相手の方、迷ってますね。うん。まあ、ちょっとね、今回、ルカリ、キスとプラスのバトン先に、適したのが、本当にルカリを1匹だけだったんで、ちょっとやむなく、はい、採用という形になりました。本当に。許してください。はい。ね、なんかちょっと僕も、使ってて、なんか、気が引けるぐらい強いんで、なんかもう、ここまで来たのも、なんか、ね、まあ、3分の1、なんか、ルカリオとキスのおかげみたいな、感じなんでね、本当になんか、そういうのは、残念には思うんですけど、ポケモンのおかげでここまで来れるっていうのは。はい、迷ってますね。まあ、ちょっとデバル、まあ、雷光来たら、プラスルに投げる、プラスル投げるという感じで、いきたいと思います。はい、迷ってますね。迷ってるなぁ、迷ってるなぁ、迷ってるなぁ。初手ガルーラならきついんだが、初手ガルーラならきついんだが。間に合う。はい、ということで対戦よろしくお願いします。緊張するな。1700周辺だとやっぱ緊張しますよね。はい、前作ではやっぱ前作の流れと上げやすく感じるな、本当に。え、ライコか。ライコね。はい。じゃあ、ここは、一旦、プラスロに引っ込めます。はい。まあ、ここは、最初から、キスを疲弊させる必要もないんで、まあ、10万一発耐えるんですけど、ここは安定のプラスロということで。はい。まあ、壁か、身代わりか、独特じゃないのかな。身が瞑想でも、まあ、見れるんで。プラスル引っ込めて、じゃあプラスルキス引っ込めてプラスルと。で、あ、はい、はい、はい。ノイコーか、瞑想を、瞑想10万メザ氷かな。プラスルかわいい。プラスルかわいい、撫で回したい。はい、アンコールでいきます。はい。うん、アンコールでいい。アンコール、アンコール。はい、毒、はい。なるほどね。これでアンコールで縛って、で、毒が効かない後続にルカリオがいるんで、はい。で、アンコールと。で、これで、まあ、まだバトン、あ、でも、どうしようかな。ここでアンコールで引っ込めてくるなら、バトンで、高校じゃんけんができるんですよね。相手の方が先に交代が行われるので。で、ここはバトンで入っていいかな。バトンで入ります。ここでバトン見せたく、なくもあるんですけど、ここでね、なんか知らないですけど、アンコールされて、突っ張る人もいるん、突っ張ってきたな。これでやっぱ交代した時の高校じゃんけんも保険ということで、はい。ルカリオ出します。はい、ルカリオと。で、
これであと、2回ドクドクしてるんで、インファ新速で押せるんじゃないかな、はい、多分受けに来ると思うんですけどね、まあ、一発インファを出してもいい、あ引っ込めてきたな、積まれる危険性があったのか、うん、クレセリア、あはい、まあ、とりあえず、メガインファぶち込みます。ちょっとね今回このパーティーを使用するにあたってメガ進化をどうしても克服、ちょっときついんですけど、ほんとなんか使っててなんか、はい、インファイトと、はい。で、この硬さは5つ目かな、HP クレセかな。HP だと多分電磁波から入ってくるんで、プラスル投げます。はい、電磁波で入ってくると思います。電磁波レービーキネス月の光かな。で、プラスル、はい。ラッキーラッキー、オッケーオッケー。で電磁波で飛来し、ここですね、やっぱりプラスルの強いとこは、はい、電磁波とかと電気技の一貫性を消しつつアンコールで縛れると、それだけならライチュウでできるんですけど、はい、ここでやっぱりバトンタッチでちょっとアンコール見せちゃってるんでね、ここでライコを引っ込められると、もうここからまた守るからの独特でプラスルが、疲弊されちゃうんで、疲弊させられちゃうんで、ここで、まあ、バトンタッチ。アンコール見てるのに来なかったな。まあ、読みか。キネシス出します。キネシスで殴ってくるだろう。突っ張ってくるな。キネシス。ここはまあね、引っ込めてくるんじゃないかな。このまま来たら、バトンエアスラでご利用されちゃうんで、マジカルシャイン打ちます。まあ、雷光に入るマジカルシャインで。うん。まあ、ここまでいい感じじゃないかな。で、雷光が来たら、多分、ノイコーってことは、H、まあ、ノイコーの調査あんま知らないんですけど、多分 HS だと思うんで、まあ、10万一発耐えて、開始の、弱点保険、マジカルシャインで押せますね。はい。よし、雷光と。で、プレッシャー。マジカルシャイン。で、どんぐらい入るか。おっと、おいしい。急所か。よいしょ、オッケーオッケー。で、これマジカルシャインにご利用して、まあ、守る入れても、まあ、マジシャン親族で多分落とせるんで、まあ、マジカルシャインで、いいかな。マジカルシャインで押します。はい。で、守ると。うん、まあ、安定だよな。で、ここは多分相手もティースト10万一発で落とせないってことが分かってる。で何をしてくるかといったところですかね、まあ、身代わりから入ってきてくれてもいいんですけどね、はい、あ引っ込めた、はい、ということは、ああお前がいたか、はい、これはあれかな、なんか波動弾警戒で出せなかった感じかな、うん、波動弾警戒するぐらいなら、ね、あ電磁波警戒か、バトンいきます、電磁波警戒でライコ出したのかな、まあ、やっぱキスのやつ、あマグマスのラッキー、これ多分ラスカノも一発垂れたんですけど、マグストということで。これやっぱバトンの強いとこって言ったらこれですね。はい。相手が先に行動すると、そこから、タクを、後から選べるんで、はい。これでルカリを出すと。これまず常に、有利タイミングを作っていくっていうのがやっぱバトンパの面白いところなんじゃないですかね。はい。で、これで特攻1段階、上げてるんで、インファでご利用してからの、まあ、インファでご利用してからの、まあ、ラスターで多分クレセも落ちるので相手受け出しできないですね。これやっぱバトンパの真骨頂じゃないですかね、能力アップを引き継ぎつつ相手のサイクルを破壊していくと。オッケーオッケー。で雷光から来るかな、雷光から来るっぽいんですけどね、クレセリアと。でラスターカノンでいいかな、これ多分角に取れるんで、はい、いい感じにインファで削ったのもありますし、ラスターカウント、うん、いいダメージ、あーでもインパラスターで落ちなかったかな、プレステコって安定だったからいい、うん、で最近耐えるとのラスター落ちる、あーでもライコーで来るな、多分ミスったな、ミスったほらな、これやっぱどうしてもね分かってても安定タクでね、行っちゃうっていうのは悪い癖ですね、まあでも突っ張られて5つ目で落とされたらどうしようもないんで、はい、で、雷光削ると落ちないか、落ち
じゃないか。で、ここは新速読み。新速読みくれっせ。新速。はい。はい。くれっせ、と。新速。わかってたなら打てよ、ラスターガノン。まあ、でも、あっこは打てないよな。はい。まあ、でもいいです。まだこれ、勝ち全然あるんで。はい。プラスでいきます。プラスで、まず10万で落とします。はい。まあ、相手ももう、あの、HP のライコンじゃ受けきれないですし。はい。10万でいきます。やっぱいい感じにルカリオが破壊してくれましたね、相手のパーティーを。で、10万と。よし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 。ここからだな、ここから。毒マモで最悪粘られる可能性もある。メザコ折り。メザコ折り。メザコ、毒マモで削られてからメザコ折りで、削られるのが一番まずい展開で、最悪必須の神速で削りゃいいんですけど、まあ、とりあえず、守るなんで、まあ、なんでもいいんですけど、アンコール、打っときますかね。はい。はい、守ると。はい、で、10万と。はい、残飯。あ、これじゃない、これじゃない。10万も10万。ここだな。メザコーリアンコールしてもきついしな。メザコーリ打たれたら終わりなんですよね。落せないしな、メザコーリきついな、きついな。ノイコーならメガザコーリないじゃん。ちょっとアンコールでよかったじゃん。あ、はい、ありがとうございました。はい、対戦ありがとうございました。さすがに落ちましたね。まあ、あれかな。身代わりでアンコールされると、あれだということで、キスにやられちゃうってことで、多分10万選択したのか、まあ、それぐらいしかないよな。対戦ありがとうございました。はい、ポケモン X は実況を変えていきたいと思います。今回のアイツさんは、ゾロワークとかいうな、まあでも、まあ、キス、プラスルカリオの基本選出でいいんじゃないかな。はい、いきます。対戦よろしくお願いします。まあ、初手はロトンから入ってくるだろう。大体このパーティー電気タイプ初手安定なんで、はい、パッと見ね。パッと見。うん、そこから、あと、キスが削られた後に、月光が抜かれるっていうパターンが一番嫌かな。で、右下になんか、モンスターボール型のキノコがいますね。はい。こいつにちょっとね、今回メタ張ってきたんで、一見ね、かなりモロバレルぶっ刺さりないように見えますけど、今回、やりたいことその3ぐらいのメタを張ってきたんで、まあ、モロバレル出てきてくれるとありがたいですね。対戦よろしくお願いします。さて、初手何来るかな。対戦よろしくお願いします。で、トゲカスと、トゲカスロトム、はい、ここはもう、ノータイムプラスルでいきます。まあボールチェーン安定なんでね、はい、なぜかね本当にプラスルの飛来時に知らない人多いんですよ、はい、本当にね、もうこのタイミングオーバーヒートでもいいと思うんですけど、はい、で9プラスル引っ込めて、で、10万、OK。で、でだな。でだな。アンコール打ちます。ここね、もし火炎玉トリック、火炎玉トリック型だとね、オーバーヒート打たれた時がやばかったんで、やっぱこだわりと、そのアンコールの相手の理解の有無っていうのが難しいですね。一発10万で突っ張ります。はい。このプラス実はちょっと特殊なアイテムを持ってまして、防塵ゴーグルと。OK、これで、
マネッコでね、帽子を弾き返したいんですけどね、引っ込めてきてくれるかな、アンコール見てるんで、引っ込めてきてくれるとありがたいんですけど、これがやりたかっただけっていうのもありますね、今回このパーティーは。メガバナとか、あとガッサとか、モロバレルを誘い込む。あーもう読まれたな。てか、何にせよ、プラスルロトメの言うことがないんで、プラスル1個目、安定だったと思うんですけどね。難しいな、やっぱアンコールの使いどころが。まだ使いこなせていない。ここはじゃあ、クリアスモックで、縛ります。はい。クリアスモックで縛って、で、キッスの弱点保険発動させて、で、あとはもう、後続のルカリオで、全抜きっていう形が一番いいのかな。はい。で、クリアスモック、ブルケンが元に戻る。多分引っ込めないだろう。まだ突っ張る安定なんで。はい。バテ、キッスいきます。はい。ここで、でもこれ、ロトムやられたらやばいな。はい、でクリアスモックと。で、まあ、こんなもんか。で、ありがたいのはやっぱあれですね。食らった後に発動するんで。はい。で、ここで、バトンいきます。はい。メガルカリオ無双が始まる。本当にね、適したバトン先はルカリオしかいなかったんですよね。はい。もろす。突っ張ってくるか。エアスラある。って読むな、それは読むな。で、あのロトムがスカーフかメガネかってところか。まあでもメガネならもう積ん、スカーフならもう積んでるんで、はい、もうこれはメガネと、はい、仮定するしかないですね。ルカリオいきます。はい、AC2 段階アップの適応力ルカリオが召喚されました。いきます、メガインファイト。まあ落としてくるか、突っ張ってくるか。さあどっちだ、迷ってるな。ってことはメガネじゃ、メガネだな多分。メガネだな多分。いける、これ勝ってるわ。もうこれ無双状態に入ったら止まりませんから。迷ってるな。一発モロバルで受け、まあ無理だな、受からないな。インファラスターは絶対受からない。引っ込めて、はい。で、モロバレル、で、メガリングな、これもまたないろいろ思うとこあるけどな。いきます、目つき割る、いいファイト。はい。で、おっと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 、キッチガイ火力ですね。いくら急所とはいえ2段アップのことね、あれで半減で持っていくとはね、ほんとキチガイですね。名付けるならキチガイポケモン。チャーラム、ははー。ここはメガ読み、メガ、スカーフ読み、キッスいきます。はい。相手もメガってこともあるんで、多分突っ張っ、ラスター打ってくると思うんで、飛び膝打ってくると思うんですよね。で、メガなら、新速からのラスターでいいんで、はい。キッスの新速で削ってからのラスターで多分圏内になるんで。戻して、まあ、飛び、うん、まあ、メガっていう可能性もあるから、スカフィッティン読みで、うん。はい。ちょっと待って、それは聞いて。あいって、それは上手すぎるだろ。ちょっと言葉が出ない。やばい、ちょっと実況できない、これは。久々にちょっと待って、久々にドギも抜かれたかも。あー、しかも引っ込めるよな、そりゃ。ここだってルカリは安定だもんな。インファ一発で落ちないからな。で、ここはもうインファイトしかないんで、インファイトでいいかな。インファイトでいきます。はい、はい、インファイト。あー、ちょっと待って、残るよな、そりゃ。ふう、これも、相手の方が上手だった、完全に。まあ、もうバレルのね、突っ張りも、あっこの毒好きも、完全に相手が上手だった。はい。残
これ、チャーレムの毒好き連打で落ちちゃうんで、これは仕方がないですね。まあ、どっちから行ってもいいんですけど、トゲカスから行きます。まあ、それでロトムだけでも落としとこう。それでロトムだけでも落としておこう。新速行きます。はい。それでロトムだけでも落としておきます。もうこのまま相手のプレイングに乾杯ですね。はい。久々になんか相手のプレイングに感動しました。はい、本当に久々に。X 入ってから初めてかも。こんななんかねえ、心の中がぽっかり焼くプレイングが悔しいな。悔しい。完全にこれ俺が下だった。なんかすがすがしい負けだわ。もう対戦ありがとうございました。はい、それでは、動画の方、いかがだったでしょうか。まあね、バトンタッチのその能力引き継ぎっていうね、長所と、あと、相手がなんか行動、後攻と、あと交代際にバトンすることによって、常に有利なタクをね、選び続けるっていうのが、まあ、バトンのいいところっていうことを、分かっていただければと思います。あと、パート3とかでも言ったけど、守みがとかにも強いんですよね。守るからのバトンタッチで、S が上のポケモンを、降臨させると、ね、上から殴れるということでね、はい、そこら辺をちょっと分かっていただけたらと思います。はい、それでは、個々の、ポケモン解説に行きたいと思います。はい、まあ、今回の、主役といいますかプラスルですね。はい、プラスルマネッコアンコールバトンタッチ10万ボルトっていう、まあ第5世代にもこの構成のね、プラスルは育てたんですけど、なんかチーラじゃないわ、ヤタピーとかも出してね、育てたんですけど、やっぱり飛来神を今作得たことによって、まあ、全ての電気の一貫性を消しつつ、能力を引き継いでバトンタッチをすると。で今回ね、その上がった特攻でいかに負担をかけるかって考えた時に、やはり後ろにルカリオが来ちゃったみたいな感じで、ちょっと今回はルカリオを採用させていただきました。はい、本当にね。で持ってるアイテム防塵ゴーグルなんですが、これはまあ相手のキノコの胞子やら眠りゴナやらを受けて、でアンコールで縛り、そして後続にマネッコキノコの胞子をぶち込むっていう、まあなんかね、ふと電波を受信したんでやりたかっただけですけどね。はい、まあ、決まった回数はまあ1回ぐらいかな。なんか最近なんか不思議花の粉切ってるのかな、なんか粉打ってきてる人、打ってきてくれる人が少なくて、なんかなかなか決まりづらかったですね。で、やっぱこのポケモンを使うにあたり一番大事なことっていうのは、相手のその電気タイプのこだわりの見極めと、そのアンコールの、理解の有無ですね。はい。それをね、ちょっと見極めるのがこのポケモン、運用する上で一番大事なことなんじゃないかなと思います。まあ見極めるのつっても正直不可能なんですけど、まあそこは頑張って、はい、プラスル使っていきましょう。はい、マネッコはね、補助技をアンコールして、でまあ後ろに補助技をアンコール縛って、交代した時、相手が交代してきた時に、そのマネッコで鬼火やらドグドグやら身代わりやらを張ってバトンタッチつないだりね、いろいろな用途があってとても面白い技でした。はい、次、タイガー、ニックネームはまあ、もうお分かりかと思いますが、まあ、手乗りタイガーから、はい、来ています。はい、次、雲の上と新速バトンタッチ大文字マジカルシャインと、まあ、弱点保険によりバトンタッチでルカリオを無双へと導く、まあバトン4位その2ですね。はい、本当にこの構成使いやすくてね、まあ、天メグじゃなくて強運で育てたらよかったなって思ったんですけど、まあ後悔、時すでに遅しと、はい、いうことで、まあ、最初悪巧み入れてたんですけどね、本当に神速が使いたい場面っていうのが多かったんで、神速に変えました。はい、まあ、この構成で問題ないんじゃないかな。ただギルガルドがかなり後出しされたので、大文字でギルガを確認取れるぐらいまでは上げてもいいんじゃ、CU を上げてもいいんじゃないかなと思います。一応まあ調整としてはあれですね、ガブのなんかアイアンヘッドやら岩なだれやら2体とか、あとボルトの玉10万耐えたりとか、まあそんな感じですね。はい、大体の弱点技は耐えれるようにしてます。はい、次、コロナさん、はい、これはね、なんか、はい、保管要因として入れたんですけど、なんかね、交換掲示板で手に入れたんですけど、朝の日差しストロークを持ってなくてですね、はい、で日差しストロークと交換してくれる人が運よく現れたんで、はい、朝の日差しストローク、はい、ということで、まあ
あんま合ってなかったかな。はい。ガルーラファイアローが重かったんで、それを見る枠として採用したんですけど、まあ、あんま合ってなかったですね。もうちょっと他の枠があったかもしれない。はい、次。リフサリス。まあ、炎技持ちがいないんで、目覚めるパワー炎を挟むぶち込んだり、あとマリルリがゲロウモなんでね、まあ、対抗してきたマリルリの悪ジェを止める役ですね。まあこいつほんと遅い相手にはね、メポ強くてね、はい、ギガドレイン目覚めるパワーでマリルリ発散を借りつつ、まあ悠長に流埋してきたバンギラスなんかをバカ力で葬って、まあ言わずもなら冬打ち。ただ冬打ちはほんと切ってもいいかもしれません。はい、この環境ほんと冬打ち警戒されまくりで、はい、ね、なんかノクタス何できるかわからんけど冬打ちだけは知ってるよみたいな人がかなりいるんで、はい、冬打ち切ってアクア入れてもいいかもしれませんね。はい、シャンデラにノータイムで選択したりしてね。はい、次、人面剣と、新速地震インファイトラスターカノン。なんかね、これはなんか終盤に地震に変えたんですけど、ここは悪巧みにしてました。はい、まあ悪巧みはもともと消すのがね、なんか消したらもう一度もう思い出せないんで入れてただけですけどね。はい、まあ地震はギルガー対策ですね。はい、で丸巧みを積んでいくとね、バナ対面で何も考えずに、詰めて、まあ、メザ炎と自信持ってないバナの前で詰めるんで、はい、強かったですね。まあ、特に言うことなしのテンプレと、はい、次、ウロコ様ミラーごと目覚めばレートビームハイドロポンプ、まあ、ギャラ見る枠とあとはなんか特殊受ける枠ですね。はい、突撃ジョッキ持たせて、でなんかメガライ、まあ目安ですけどメガライボルトの、10万ボルトぐらいなら、まあ、2回耐えるのでかなり心強い特殊受け枠だったのじゃないかなと思います。で、メザデンは、目覚めれば電気で、はい、威嚇で、出してきたギャラ、起点にしようとしてきたギャラドスに目覚めれば電気をぶっ刺すと、はい、これが本当に強かったですね。はい、あとはそうですね、なんかキッスプラスルカリオじゃロトムの後出しが効かないんで、電気技以外にね、そこになんかこう水と炎を受ける枠としてミロカロスが入ってきて足りもしました。はい、ということで、ポケモン紹介の方は以上ですね。まあ、基本センスとしては、まあ、キッスプラスルルカリオか、キッスプラスル、ミロカロスですね。そこになんか、まあ、まあ、裏センスとかないんですけど、ハッサムとか、まあ、刺さってる相手がいれば、ノクタスやら、ソルロックやらをセンスしていきつつ、まあ、まあ、基本的にやっぱバトンで攻めるんで、はい、本当にね、初手ロトムが多くてこのパーティー、はい、でなんか電気技チャージっていう展開が本当に多かったんでね、まあ、まずプラスルの平石はね、知らない輩が多いもんだと思って間違いないですね。そっからアンコール知ってるかどうかはまたその人によるんですけど、はい、なんでね、まず一回皆さんレートでプラスル使ってみてください。本当に強いですから。まあこういうのもなんか言い過ぎかもしれませんが、プラスがいなかったら多分このパーティーはここまで来なかったと思う。はい、ちなみに最終レート、まあ、1780とあまり高くないんですが、まあ、自分的にはもうやりたいことがやれたんで、まあ、満足ですね。はい、ただ一つ言わせていただくなら、ギルガルド死んでほしいと、はい、言ったところですかね。ギルガルドとメガヘラクロス死んでほしいというところですかね。はい、それ以外は特になしということで、はい、それでは、ポケモン紹介の方も終わったんで、まあ、ここら辺で、終わりにしたいと思います。はい、本当にバトンタッチって面白い技なんでね、皆さん一回ぜひバトンパ組んでみてください。はい、全然やれるんで。はい、それでは、ご視聴の方ありがとうございました。また近いうちに動画上げさせていただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。